マノッチです。よろしくお願いします。ラストイニング2020やっていきましょう。全然日付は進んでないです。3月24日の、ソフトバンク戦、やっていきたいなと思います。とりあえず、選手選考のまあね、そのどうしてもチームの人数枠があるから、まあ、全員は入んなかったんですけども、一応その選手選考基準からなんか漏れてた選手とかはまあいなかったっぽいですね。そこら辺のコメントはいただかなかったんで、はい、ありがとうございます。やっていきましょう。コメント読んでいきます。自己中心的、下手くそ、悪い、本当のハンデ。いやー、まあのっち久々叩かれてんじゃないかと、アンチ湧いてんじゃないかと、ワクワクするでしょ。違うから、全然違うから。リアルスピード求むって、求められてるから、可愛いから。他人に当たりが強い。いや、もう強いよ。あの監督プレーじゃないから、フィールドプレーだから。もうフィールドに立ってしまえばもうその気になるよ俺も。投手ルーレット微妙説、本人が感じちゃあかんでしょう。本当に全選手出れるかわからんしね。いや、もうここはもう柔軟にいきましょう。柔軟にいきましょうね。あのフィールドプレーが悪いとかじゃなくて、やっぱこのラストイニング企画っていうところで全選手が見れない可能性がすごく高い。ルーレットシステムはそこなんだよね。だからもう今一応監督のその出目も用意はしてるけども、まあ柔軟にいきましょう。そこはバッチコーイの文字はないんですか。めんどくさい。めんどくさい。毎回使う選手変えるの。変えますよ。文句しか言ってない。いや、もう喋んなくなるぞ俺。俺から文句取ったら喋んなくなるぞ。マノチさん質問です。おせちで好きな食べ物は何ですか。自分は田作りが好きです。なんでしょうね。ていうか食べないね、おせち自体を食べない。 俺昨日食べたのミートソースだもん。まあ、難易度の方でも一応ちょっとコメントいただいてまして、これかな、これがリアル起動、ここのことだと思うんだよな。ていうか見て、あの3試合やっただけで俺難易度お任せ下がったから。強いマイナスに下がってるから、多分ちょっとあの動画撮る前にリアル起動ってところを、まあ、ちょっと探したんですけども、多分そこだと思うんですよね。打撃の方ね。でまあ難易度なんですけども、いやもうちょっとぬるいっしょ、ぬるいっしょ。ベーシックスピード、もうミドルスピードいくから。リアルスピードあれはもうダメ、あれはびっくり人間やること。よし、これでいこう。試合、はい、今日どこ行った、相内選手行きます。はい、野手、まあ、ちょこっと変えておきます。調子のいい選手をちょっと連れてきてますね。はい、で前回、俺が操作した白崎選手はまあ外してます。今日こんな感じでいきましょう。はい、よし、じゃあ、ここでルーレットですね。よし、ルーレットいくよ、いくよ、スタート。1番白村選手、センターですね。はい、走力 C、 まあ走らないだろうね。フィールドプレーで、これあれなんだね、前回操作した選手に自動で会うようになってんだね。白村選手、うん、これでいきましょう。はい、センターはうまい。みんな知ってるかもしれないけど、俺センターに関しては本当にうまいですよ。あの柳町くんで結構やってたんで、ガイアは大丈夫。まあまあまあ、ただ久々だからな、フライを取れるかどうかだな、そこだな。あれは難しいんだ。よし、まずはバファローズの先発相内が京セラドームのマウンドに上がります。頑張りましょう。ミスターバッチコーイ。なんか白村選手おしゃれだね、片腕だけ長袖で曲がすときゃ。フライになっています。上本が抑えています。いいぞ、上手。よし、ミスター、まあちょっと1球目見ましょうか。リアルじゃねえ、ミドル球速、ミドルスピード、この先頭バッターを出していきたいところです。ストレートが決まりました。おう、いけるわ。嘘つけって思われたかもしれないけど、いける。今全然ついてたもん。今153キロかい、ストレート。
全然ついてった。おい、あ、そう。あ、そう。ちょっと変化球お呼びじゃないや。任せとけって。ボール、はい。リアル軌道なってるよね。多分まあ なってると思います。だってなんか無理なもん。イエーイ。ワンアウトです。ちょっと待てって。変化球はずるいわ。あ、ほら結構いい勝負するでしょう。いい勝負するんだよね。昨日の動画でもちょっとちらっと、ちょっと待って、俺これ教師に行くわ。ストレートだろ、今分かってるから。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。誰だ、赤星さんが喋ってんの。東浜、まずは先頭バッターを打ち取っています。いや、次ストレート来るでしょ。そしてキャッチャーはもうストレートに張って早めに振るから。どう攻略していくか。もうフェード表示があることによって大体どこに来るか分かるから。おら、くっそか。いやけど 今の完全にストレートのタイミングだった。任せろ、全然いけてる。これは内へ外れます。ちょっと待って、そうこれね、いいのがあったよ。これ今ワンストライクのスリーボールでしょ。ストレートの確率47か、5割切ってんのか。いや大丈夫、まあまだカウントに余裕はある。空振りしてもいいからストレートに張る。ここも見よ、見たぜ見たぜ、この選球眼。いい勝負してる、いい勝負してるよ。今日はコントロールに来る。いや今の見ればよかったな、すげえヒントだった。ストレート22%って書いてたな。まずストレート来ないな、まず進化だな。前の打席ではフォアボールを選んでいます。おい、ボールがコーナーに決まります。入ったか。ちょっと東山君、ちょっと言っとくけど、俺カーブは打てねえかんな。集中。おらい、打った、大きな打球になった。センターバック、オッケー、オッケー、やった。ミドルスピードいいじゃん、ちょうどいいじゃん。バッターランナーは二塁到達。これがプロ入り初ヒット。ノーアウトランナー二塁です。プロ入り初ヒット、そっか、そうだよな。ツーベースヒットを放っています。うん、そうですよね。あれだよね、白村選手さ、ピッチャーのまま見たかったなってのあるよね。なんかこんなに早くその外野手として切られるんだったらさ、場面なんで送らせた方がいいでしょうね。やべえ、クイック持ちか。改めてお聞きします。この白村どういうバッターなんでしょうか。まあ、おー、いいよ。ちょ、これね、次ね、スリーボールになってくれれば 99% でストレートなんでね。そこは張りたいね。バントやめろって、やめろって、指示出そうが悪いわ。構えを見せました。スリーボールナッシング。ここは ちょっと待って今テンパってる。うわ、そういうね、指示とか出すからだって。もう自由にやらしときって俺のことは。おい、空振りです。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻します。やい、選球眼完璧。いやー、点取れんか。相手ピッチャーの前に手もある。勝利っていうか、あの、勝ってないとね、守備機会がないのが寂しいんだよね。いやー、であとね、そう、考えたのが、まあ野手操作の場合ね、毎回選手をルーレットで変えちゃうっていう方法も考えたんですよ。ちょっとごめん、ピッチャー吉見さんでいいかな。それだったらいろんな選手が見れるのかなっていう気はするんですよね。難しいね、そのこれがね、そのデフォルトチームは全然なんでもいいんだけど、なんでもいいって言い方もあれだけどさ、まずはバッチコーイ、守備したい。打ちました、ライトちゃんちゃん、うめえな。ワンアウトです。断言する、俺なら取れねえ。打順はお、来たぞ、バッチコーイ。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。おら、
よし、見たか今のね、素人は飛び込むぞ。俺は冷静だった。うまい、引っ張った、これはサードライナー。うまいな、さあそしてみんなうまいね。俺もなんかそういうのやりたいな、フライ取りたいな。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。えらい、よく飛び込まなかった。俺なら飛び込んだ。ホームを狙う。もう点取られたぞ。バッターランナーは二塁到達。いやけどまあまあ大丈夫、ここでハンデシステムいけるから。俺前回の試合見たでしょ、あの出塁力。1回の裏、これからバファローズの攻撃が始まります。バファローズはバッターは白村。まずはこのちょっともうここはもうしっかりチェックする。何にもね何にもね、内緒にしてきた。大丈夫、大体ストレートだ。インサイド見送っています。ストライクになります。けどあれはね、球速、まあ、不安定ってことでしょ。あれ速安黒マークはやだね。ちょっと安定してほしいね。その方がなんかタイミングがつかみやすいよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。オーライカーブ、あそうもうカーブはダメだってけどね、俺いけるわ。オリックスバファローズ4回裏のついていけてるもん。バッターは白村、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。見る、今の恥ずかしいやつ。低めは外れました。いや多分次ね、緩急をつけてのねストレートで来るぞ。変化球タイミング合いません追い込んでいます。ワンボールツーストライク。やぶねえ、危ねえ。インローのストレート、いいボールでしたが外れた。イエーイ、変化球空振り、ワンアウトです。あのさ、よくこうフォークで落として三振とか、めっちゃチャンス、めっちゃチャンス来た。打順はトップに帰って白村、連打でチャンスを広げた。ホームラン予告失敗した。いい形で繋げましたね。やりたかった。さあバファローズ、いや1点取るぞ、打点上げるぞ。というところ、インサイド落ちました。よっしゃ、ホームに送球、貢献。これよ、これ、これがやりたかったの。やっぱハンデシステム、俺が動かすことによってこうチームが有利に働くよっていう。 OK OK、 いい感じ、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 任せろって。これはもう同点だ、同点するわ。そして打席には白村が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏には同点のランナーを置いています。まあ終盤ですからね。投手データ、あ、三角大きいと思いますよ。なるほど、そうですよね。ストレートが多いね、もう多いね、ストレートが多いですね。よし、多分対戦初なんだよな。もう投球フォームがどうだかだよね。まずは変化球、うん、あんま気にしなくていいね。やっぱすごいゲームだね。単純に球が遅いという判断でいいと思う。うわ、浮いたぞ浮き上がったぞ。惜しい。いや勝ちたいね。今んとこ5連敗なんですよ5連敗なんですよ。まあ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 仕方ないね。はい、うん、久保選手でいいかな。ちょっとなんか変えますか。セカンドやるか。なんかどうしようかな。なんか調子のいい、ショート行こうか。ちょっと打順変えようか。誰が一番いいか。よし、一番行こう。俺二番行くわ。もうあれだよ、もしそのバント来るなら来ていい。もう俺の心構えはできてるから、心構えさえできてれば俺のバントはもう炸裂する。大丈夫、
ただね、白村選手のあのバントがねマイナスついちゃってるんだね。よし、バッチコーイ、フライを取らしてくれ。全然フライいけるよ、いけるよ、いける子だよ。バットに当たって打席に。バッチコーイ、来るかもしれないぞ。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。いや、うまい、うまい。こうやってね、すぐこう後ろにカバーに入る、その姿勢大事。どういった配球になりますか。打ちました。高いバウンド、ファーストゴロ、取った。よし、一塁を。よし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 、いいぞいいぞ。ツーアウト。さあ勝負ですね。いやいや、来い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 、センターフライ来い。なるほど。いやー、まあ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 。切って取りました。バッテリー。いきなり来たぞ。送りバントのサイン任せろ。さあ一塁には先制のランナー。バッターボックスには白村。まあここは送った方がいいと思いますけど。バントしました。打ち上げてしまいました。一塁。はい、見た、アウト、ワンアウト。見た。おーっと、いける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 ぞいけるぞ。4点も取ってるぞ。ちょっと見せてくれ、ちょっと見せてくれ。バファローズ、その点差を広げていこうかというところです。ちょっと待って、俺なんか見てんの違う？あ、そうかそうかそうか、あ、そうです、そう、ごめんごめんごめん、なんか勘違いした。ほぼほぼストレート投げないってことね。無理かもしんない何来ても打てる気がしない。いや、ただバットに当てるぞ、バットに当てるぞ。最初は変化球できました、うん。いや、そこに決められたらお手上げですね。はい、アウトコース変化球が、おら、ストライク、切りました、ファールボールです。うわ、惜しかったな。いや、これはちょっとミート打ちいくわ。いい当たり、これはどうまいうまい、神がかってるもん。3塁を回った、セカンドランナーホームイン。いや、調子今日調子、よしよしよし、勝てるぞ勝てるぞ勝てるぞ、いけるぞ。任せとけ白村。まあ、ここはさっき打った意外と俺変化球打ちがうまいかもしれない。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。あ、どうまいどうまいどうまい。勝てる。初勝利そこにあるぞ。現在のピッ。おい、すぐに点取り返してる、いい感じだよ。バッターは2番白村。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナー1。内緒パターンね。OK。はい、初球わずかに外れてボール。いいよ、大丈夫よ。2球目は何で来るか。おれい、いや今ね、いや読みが薄いんだよな、ちょっとな、振るの早いんだよな。空振りになります。ワンボールツーストライクです。いや、もう強振に行く、分かってる。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。よし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 、頼む、ちょっと最後に守備やらしくんねえかな、厚尾。際どいが、あっと、ファーボールです。大丈夫大丈夫。バファローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の五十嵐。かっこいいね。さあマウンド、サムネかな。バッチコーイ、これが3球目。インサイド落ちました。これはどう、センターに抜けました。よいしょ、今宮、俺が自身本日の初ヒット。いや、いい、冷静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 。ガイアフライでいいぞ、取れるぞ、今の俺は取れるぞ。右方向、ワンバウンドヒットになった、ホームへ。えらいピンチじゃないか、えらいピンチだぞ。おっと、セカンドランナーどうした、ホームイン。バッターランナーは二塁到達。ホークス大丈夫、落ち着け落ち着け落ち着け。ここでピッチャーが変わります。左バッターが続く場面でマウンドに上がったのは藤川。うん、かっこいい。さあそしてだ、バッチコーイ、大丈夫、取ってやる。変化球打った、セカンド正面、抑えた、上手。これで3アウト、試合終了です。何々法って叫ぶことがないのが寂しいな。今日うまかったね。多分だけど、お任せの打撃、
打撃レベル上がってると思いますよ。めっちゃみんな怪我するじゃんめちゃめちゃ怪我するじゃん。俺怪我少なめの設定してんだよ。オプションの、ユーザー設定かな、フィールドプレイ。ほら上がった。いやこれね、難易度ね、このままいけそのうちスピリッツになるわ。まあ多分足になったら普通に調子悪いから。よし終わりましょうか。いやーやっぱあれですね、ちょっとこう選手を見れない寂しさは感じるね、感じるね。じゃあどうしようかってとこなんだけど、フィールドプレーのこの楽しさは崩さずに毎回変えるか。だから一発目で野手引いたらそれでいこっか。で出目から監督と投手継出すればいい話か。だから1試合目2試合目野手で3試合目監督とか投手になったらやたらと動画が長くなっちゃうから、まあ考えながらやっていこう監督プレイ1本の縛りだけは絶対しない。面白くないの知ってるから、プロスピの監督プレイは。まあとりあえず終わりますか。終わり、バイバイ。